こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は爆走ストリート04の世界をお送りします。かつて1980年代から1990年代を中心に四輪行動バトルなるものが流行っていました。ドリフト族しかり、ルーレット族しかり、ワンバン族しかり、環状族しかり、そして04族しかり。当時はハイパワースポーツや FR 車全盛の時代、車両価格も今よりはだいぶ手頃で、頑張ってお金を貯めれば普通に欲しい車が買えました。そして若者たちはガソリン代、タイヤ代を確保して夜な夜な走りに出るのでした。その流れで四輪行動バトルはブームとなり、04もブームとなります。それはストリート04と呼ばれ、週末には公道で堂々と04が行われていました。行われる場所は埠頭などの直線道路ですが、使用許可を取っているわけでもなく、一般人から見ればただの違法な暴走行為。しかしその走りを見るために多くのギャラリーが集まりました。そのある種アンダーグラウンドな雰囲気、そしてスピードと臨場感に多くの車好きが熱狂したのでした。今回はそんな当時のイリーガルな行動バトルの様子をご覧いただきます。出てくる映像のほぼ全てが今では考えられないものばかりです。当時を知っている人も知らない人も、そんな雰囲気と熱狂の走りをお楽しみください。ではどうぞ。スーパーストリートシリーズ開幕戦。このシリーズは走り屋くんが認めた公認ドラッグレース。参加者のエントリー費は無料、ギャラリーの観戦料も無料、パドックでの入場も可。いっぱい左に止まってますね、旗を耐えて。これ別にナンパしてるわけじゃなくてですね、ゼロの順番を待ってるからスタートですね。ああ、やっぱ黒いタイヤの跡がいっぱいついてますね。ここからまあスタートしまして、2速、3速、4速とシフトアップしていくんですが、ちょっとバンピーですね。ここの信号は一応ゴールっていう風な、なんか暗黙の了解で決まってるみたいなんですけど。DS 開幕第一戦、同じ4区ってことでパルサーとちょっとやってみたいと思います。なんてことですかね、かぶっちゃ出しないですね。お、やだー、あー、一発ありますか、はい、自称プロの暴走族対本物のストリートファイターの純粋対決。 Are you ready? GTR は便利ですね。今ヒューズをポンと抜いて FR にしちゃいましたから、 FR 夢の対決です。 FR 同士で今日やってみますから、あいつ、完全に不意をつかれた。やべえ。自分さえ逃げ切れれば全てよしがストリートの基本。今さらルームランプ消したって、こっちも？え？ああ、もうそんなんすぐ通してないやないんだ。ナンバーちょっと。の、先にそうして。この状況は慣れたもんだとは言っても、いけないことはいけないこと。一回だけ、すいません。GTR もオーバーホール上がってですね、乗り込んできました。みんな荒井さんスタートうまい言うてるから、2車秋ぐらいで行けたら。R の方ちょっと最近乗ってないんで、いや強敵ですよね。ついにマジになってしまった。いや今のすごかったですよ。5速入って
って270ぐらいまで出てましたね、2台とも。伏兵長田の登場だ。いや危ないよあれ。申し訳ないです、もう一回頑張ります。伏兵長田の先制攻撃が効いたのか、とっくりちょっとビビってるか。けど勝てそうもないな。手加減してね。なんと手加減しろだと。点にしてくれるわ。うん。全然楽勝です。って感じです。かれこれゼロ4始めて 14、15 年になるんですけどね、福井ですごく盛り上がってるってのはずいぶん前から聞いてましたね。ちょっと行ってみましょうね。いきなり GTR が肉状態になったらしい。これは再起不能、見事に最後を締めくくったのかな。雨の日はこの道のプロがごく普通に走ってもこうなる。今回の映像は現在からすると前編にわたって完全アウトな世界です。ですが今では絶対作り出せない車の楽しみ方がそこにはあります。公道を全開で走り抜ける快感、すごい時代でしたが車好きにとっては夢のような時代でしたね。いかがでしたか。今回は爆走ストリート04の世界をお送りしました。ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードはビデオオークションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。